女性ホルモンケアで明日をいい日に ABC ラジオ大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部プレゼンツ私体上手に優しく付き合える毎日を番組パーソナリティの馬場ノリコですこれからお送りするのは専門家の方をゲストに迎えて高年期の体と心についてお話を伺うスペシャルプログラム女性の健康や高年期について語ろうです 今回のテーマは手指の不調とエクオール。スタジオには女性のための整形外科カオル子ハッピークリニック院長伊藤カオル子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。お願いいたします。いくつになっても背筋を伸ばしてハイヒールをもとに診療しております。うん、伊藤カオル子です。よろ,すよろしくお願いします。それで先生可愛らしい、はい、ハイヒールのあプローチをされているんですね。はいはいえー、やっぱり。 そうかハイヒールをね履きこなす女性はやっぱり素敵だなぁと思う反面もっぱらスニーカーとかペッタンコばっかりですいや私も普段はそうなんですけれども <laughs>、はい、やっぱりね体が元気であのハッピーであるためにはそういう目標を使ってますねあ,ありがとうございます、はい、えー、今回のテーマは手指の不調とエコールということですけれども私もこの番組であ 更年期って手指の不調も関係あるんだということを初めて知りましてで思い当たる節もあって驚きました本当にあの女性ホルモンって私たちの体に大切で幅広く影響しているんですねそうですねやはり女性ホルモンは本当に大事で、はい、まあ女性ホルモンに実は二つあるんですね、ええ、まあエストロゲンというものとあのプロゲステロンっていう二つがありますけれども、はい、まあ今日はエストロゲンについてお話しさせていただきますはい。 一言で言うと、やっぱり女性の健康と美しさを作るホルモンと言われてますね。はい。ええ、まあさまざまなね部位にも働いているんですけれども、この、うん、実は女性ホルモンがですね、あの腱、関節、減少などの保護作用もあると言われています。それがまあ更年期で減ってくると、はい、不調が出てくる、はい、ということなんですね。はい、エストロゲンが減少すると、はい、どんなふうになるんでしょう。そうですね。本来であれば、はい、あの手の 指を、まあ、女性はもともとよく使うんですけれども、はい、こう関節のところがあの腱とかその曲がる筋ですねそこに女性ホルモンエストロゲンの状態体というのがありましてそれが女性ホルモンエストロゲンがつくことでスムーズに動いているんです。へじゃあそれが減ってくると、はい 不調を感じやすすくななるとということなんですね具体的には特にですね、はい、あの今までと使う、ね、量が変わらなくても、うん、浅手がこわばったりとかちょっと何か指をつまんだ時とかちょっとぶつけた時の第一関節がすごく痛みが出たりとか、うん、あとはかあの関節がちょっと腫れてきたりとかちょっとこう、はい なんですかね、ボコッとなってきて何か見た目にがなんかちょっとおかしいなとか指輪が入りにくくなったりってことが出てきますああ指輪が入りにくい、はい、なんていう、まあ、不調とは言い切れないけど最初はそういうところから皆さん気づいてただ病院に行くほどではないんだけどだんだんちょっと字が書きづらいとか、うん、箸が持ちづらいっていうとちょっと何かおかしいのかなって思う方が多いですね。 こう症状が出やすいタイミングとか気をつけるべき時期とかっていうのはあるんですか、はい、そうですねもう40歳過ぎたら徐々に女性ホルモンは少なくなっているので更年期前から手の症状は出ることが多いのと、うん、あとはやはり妊娠授乳期ですね出産の時に大きく一,あの一気に女性ホルモンが変動がございますので、はい、更年期と同じような症状が起こることがあります。でこうまだ不調で だったらいいんですけれども、はい、放っておくと今度手指が変形してしまうこともあるという話も聞きましたそうなんです一番本当に私がもう声を大にしてお伝えしたいのは、うん、なんとなく痛いしなんとなくこう様子を見ていて我慢していれば良くなるんじゃないか、うん、あとねお医者さんにかかってもそういうふうに言われる先生も多かったんですけど実はもうちょっと自分でケアをすることでこういう変形が抑えられるんです、はい、変形してしまうともうそれは戻らないですねうん で、まあ、痛みとか腫れとかっていうのもより大きくなるんです。あの、実はですね、うん、一時、一定期間、あの、腫れてきて。だんだん髪が取れてくるんです。でも、その頃には痛みは取れるんですけど、変形は。 あのもうしてしまうって最後変形したまま痛みが落ち着くっていう症状なんですね。なぜ変形が起きるんですかうですもうこれもですね本当にエストロゲンの,、はい、あの関係でですね、うん、関節の中に軟骨っていうものとか滑、はい、膜っていう、ね、膜があるんですけど、はい、そこにちゃんとエストロゲンがつかないことでスムーズに動きがいかなくなって悪くなったり軟骨がすり減ってきたりっていうことがあります。うん、更年期においての病気、はい というものもあるかと思うんですけれども、はい、代表的なものを教えていただけますか。はい、分かりました。やはりですね、はい、一番やっぱりね、あの病院で見てて多いのはあの第一関節がちょっと腫れてきたりとか、うん、あの痛みが出てきたり、ちょっと変形が出てきたりっていうヘバーデン結節と呼ばれるものですね。はい。 まず第一関節、で、その他にも、うん、あの、よくね、リウマチと間違えやすいんですけど。はい、第二関節にも、同じような痛みや変形が出ることがあります。はい、これをブシャール結節と言います。はい あのそれぞれね、あの第一関節も第二関節も同じような、あの原因で起こっているんですけど。それぞれ報告した方が先生が違うので、ヘバーデンさん、うん、ブシャールさん、それぞれの名前がついてますね。<laughs> うんうん、はい、はい、他にこう不調が出るところはありますか。か、はいはい、あとはですね、<ー>やはりペットボトルが開けられないとか、あの洗濯でね、こう。うん 洗濯ばさみがつまめないっていうのがこの母子 CM 関節症といってですね親指の根元のさらにもうちょっと手のひら側に実は見えないんですけど関節がありましてあの親指と手首の間ぐらいですね変形が起こってくるとだんだん外側にボコッと出てくるんですねでそ,のそういうまあ軟骨がすり減るあの母子 CM 関節症っていうのもあります。 軟骨がすり減るけど外側にボコっと出てくるんですね。はい、あの関節がですねああアダッキュウといってちょっとこうずれてきて一回あのずれると関節のよくね、はい、怪我してずれるのと違ってですね、はい、もうずれたままずっと飛び出たままになっちゃうんですね。はい、なので結構痛いし見かけも良くないしというところで悩んでる方多いです。うんうん、はい他にはありますか。はい あとはですね、はい、やはりこう手の指をですね、あの普段ね家事とかお仕事とかタイピングとかでも使うことが多い女性に多いのがバネ指といってですね、こうあの朝こう起き抜けに手を伸ばそうとするとガクッとなったりとか、あのカクカクバネのようにしてしまうっていう現象円の一つにバネ指ってのがありますね。であとはあの指じゃないんですけど手首を、はい、あのちょっとこうフライパンとかお鍋を戻しとした時にいたっとあとは包丁でグッ ずっと力を入れた時に大手首のあの親指側ですね、はいうん、そこが痛むのが腱臓炎のドケルバン死病というものがあります私あの、はい、テニスでちょっと準備運動を行った時に、はいはい、手首痛めてしまって、はい、やっぱりそのフライパンを持つとか、はい、包丁で切るとか、はいはい、日常にすごく支障があって、うんはい そ,そういうのがきっかけで悪化してしまうということですか、はい。そうですね。あのもとはそのホルモンの変化でもあるんですけども、はい、その弱くなっているところに、うん、あの何かそういうきっかけがあるとより痛みが長引いてしまうってことがありますね。気をつけなきゃいけないですね。はい、症状の進行というのはどんなふうになるんでしょう。はいはいはい、あの一旦痛みが出るとですね、はい、だい二三ヶ月かかると言われています。うん であのそのまま放っておくともちろん良くなる場合もあるんですけれども、うんはい、やはりさっき言った、ね、軟骨とかあとはあの腱鞘炎っていうのはですね意外とあのそこの押さえているところの腱鞘炎のバンドが分厚くなってしまったりとかあとは骨の軟骨がすり減って骨がトゲトゲしてきて変形が出てきたりとかっていうことが数年かけて進行してくると言われています。最初は、はいえー、違和感あったものが、はいはい 痛みになると、はい、要は腫れっていうのがまあ数か月、はい、で、まあ、それを適切に治療しないと年単位では変形してしまうんですね。 あの遺伝などは関係しているんでしょうか。はい、あの正確にはですね、はい、まだあの報告はされていないんですけど、うん、やはりあのお母様とか母様とかがあの手の変形があったっていう方に多いとは言われてますし、うん、まあそれだけではなくですね、食生活や生活環境もまあ関係していると言われています、うん。ありがとうございます。はいえー、次回も引き続き、はいはい、伊藤先生を迎えして詳しく教えていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。 お送りしてきました女性の健康や更年期について語ろうこの番組は専門家の方をゲストに迎えて更年期の体と心についてお話を伺うスペシャルプログラムです大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部プレゼンツ私体上手に優しく付き合える毎日をのラジオ放送の中でもご紹介していますお相手はババノリコでした次回もお楽しみに